都市ガスは一般的にガスホルダーや採掘拠点等から広域的に供給販売されているガスをいう。いわゆるライフラインを構成するものの一つ。ビルや工場、飲食店、住宅などにガス管が引き込まれ、給湯、調理、暖房、冷房、発電、蒸気などの燃料に幅広く利用される。都市ガスとして供給されている。 天然ガスは単一の成分ではなく、生産、消費地域ごとに、その組成が異なっている。都市ガスを正常燃焼させるためには、ガス組成とガス燃焼機器の組成が適用している、必要がある。ただし、日本においては2018年以降、都市ガスは 12A、13A の2種類への統合が、完了しており、都市ガス会社や地域ごとに組成が異なっている場合があるものの、 燃焼機器としてのガス機器は都市ガス用一種類で正常燃焼をさせることができる。世界最初のガス事業は1812年にロンドンのロンドンウェストメンスターガスライトボックス社によるガストへの供給が始まりとされている。日本では1872年に高島開門が始めた横浜ガス会社による神奈川県庁へのガストへの供給が 始まりとされている。これを手伝ったフランス人技師のアンディプレグランを雇って2年後に東京オフガス局が発足した。このように日本においてはもともとは特に都市部のガス灯照明への燃料供給のために都市ガス網のインフラ整備が行われその後より安価で安全かつ照度が高く整備の手間も省けるの普及によって照明用から燃料用途として 都市ガスの利用用途の転換が行われた。米国には天然ガスパイプラインがネットワーク化されており、そこから地域ごとにガス配給会社であるローカルディストリビューティングカンパニーがガスの供給を行っている。以下は廃止された一般ガス事業者についての記述です。法的な区分けとして日本ではガス事業法上の一般ガス事業を行う。 一般企業もしくは自治体の地方公営企業及びこの企業が供給する機体の燃料のことで単にガスと呼ぶことも多い。都市ガスの料金は電気などと同様国の巨人化料金で公共料金の一つとされている。2019年3月現在国内には192の都市ガス事業者があり全国で2種類の都市ガスが使われている。全事業者のうち 関東の東京ガス、東海地方の東方ガス、関西の大阪ガス、九州北部の西部ガスの4社が会社規模、供給範囲で大手として扱われており、一般社団法人日本ガス協会の役員に選ばれている。日本の都市ガス供給事業者で、東日本エリアは東京ガス、西日本エリアは大阪ガスが最大の都市ガス供給事業者であり、 都市ガス製造から都市ガス消費機器開発における技術もこの2社が中心となり開発されるものが多い。株式会社形態が多数ではあるが、ほとんどが小規模事業者である。仙台市ガス局に見られるように地方公営企業の形態を取る例も少なからず存在する。また、生活協同組合の形態を取るものも一事業者が存在する。供給ガスは 天然ガスが主流であり、石油ガスも使われる。供給ガスの発熱量はマーケットごとに異なる。日本では、低発熱量のアラスカ LNG プロジェクトと、高発熱量のブルネー LNG プロジェクトがあったが、高発熱量の方がコストを抑えることができ、パイプラインの輸送能力も有効活用できることから、高発熱量の LNG が導入された。韓国や台湾も、 日本とほぼ同じ LNG 供給源を選択したため、日本、韓国、台湾では、高発熱量対応のガス機器で構成されるマーケットとなっている。一方、アメリカやイギリスでは、ガスの国内生産もあり、低発熱量の国産ガスを基準としたマーケットになっている。なお、かつては、石炭ガスや石油海出ガスが使われていたが、 石炭ガス及び石油排出ガスは一酸化炭素が含まれているためガス漏れによる中毒が発生しやすい。都市ガスは本来無臭であるが実際には悪臭がする。これはガス漏れ時にすぐ気がつくように微量の不臭剤を添加しているためである。不臭剤としては玉ねぎの腐敗したような匂いがするとート、ブチルメルカプタン C4H10S や 石炭ガス臭のテトラヒドロチオフェン、シクロヘキセン C6H10、またはこれらの混合物が用いられる。これらのガスはそのほとんどが大気中の空気より比重が軽いものであるが、LP ガスを熱量を調整した一部のガスは空気より重い。米国では天然ガスが自国生産されるが、後発熱量成分は石油化学に回され、一般には 純メタンに近い低発熱量のガスが流通している。しかし、2002年初頭から天然ガス価格が石油価格に対して相対的に上昇し、従来のように国産ガスを発熱量で分離して販売するより、液体成分の抽出を行わず高発熱量ガスのまま販売する方が利益が上がるようになった。そのため、 パイプライン事業者が保有する機器への影響が問題となった。また、国内需要の増大に伴い天然ガスの輸入が必要となるが、従来の低発熱量のガスに対応した機器のままでは、不完全燃焼やノッキング、軽量設備の不良などの問題を生じる恐れが出るため、ガスの規格をめぐって論争となった。1970年代までは、 石炭を原料にした石炭ガスやナフサブタンなどを改出したガスが使われていたが中東、東南アジアなどから輸入した液化天然ガスを気化した天然ガス及び国内で産出される天然ガスに石油ガスを混合して熱量を調整した 13A と呼ばれる規格が主流になっている1973年に28%だった石炭ガスのシェアは 1989年には5.3%と激減し、現在では製鉄所のある地域で航路ガスを利用する形で使われている程度である。ガスの種類日本では都市ガスはオッペ指数と燃焼速度指数の組み合わせにより 13A12A6A5CL1L2L3 の7種類の区分がある。13A12A の発熱量が高いグループと それ以外の発熱量が低いグループに対別される。また、後ろの3つは、以前にあった、発熱量の低いグループに属するガスの規格を3つずつまとめたものであり、L1、L2、L3 の順で出力が小さくなる。また、6A、および簡易都市ガスとして供給される、L13A は、LP ガスの主要成分であるブタンを火力調整のため空気で薄めたものであり、 空気より重く、ゴム類をかす働きが強いためガス漏れ警報器の設置や放水類、補修部品手配の際には、それぞれの種類に対応した製品が必要である。13A などのガス規格の意味は、数字で熱量を A、B、C の文字で燃焼速度を表す。ガス燃焼機器の高燃焼範囲から外れた種類のガスを供給すると燃焼不良が引き起こされる。 例えば燃焼速度が速いガスが供給されると、バーナー外部で燃えず内部で燃えることになり、加熱事故を引き起こす。逆に燃焼速度が遅いガスが供給されると、バーナーから離れようとする。都市ガスとは関係ないが、ガス溶接で使われるアセチレンや水素も非常に燃焼速度の速いガスであるのに対し、プロパンガスは燃焼速度が遅いため、それぞれ専用の溶接加工となる。 供給されるガスについては、日本全国で複数の種類が使用されていたが、1969年に液化天然ガスの輸入が開始されたことを契機に、ガス種の転換、統一が始まった。天然ガスは、石油系のガスと比べ製造過程が環境調和的であり、家庭においても熱量が高く、消費機器の選択肢の拡大や安全性の向上が期待できた。 ガス種の転換に際しては、ガス会社が各家庭を訪問して、ガス器具の調整が行われたが、一部では作業ミスにより、一酸化炭素中毒死が発生する事故も生じた。経済産業省は1991年5月に、イグフ21計画を発表、2010年までに熱量が高い 13A への転換がより強力に推進され、最終的には2018年8月に、 唯一 12A、13A 以外の都市ガスを販売していた北県の古島ガスが廃業したことで、7種類の区分のうち 13A、12A の2種類のみが供給されることとなった。ガスの素性冷単一の成分ではなく、数種類の成分の混合ガスである。供給ガスに1酸化炭素を含む事業者1、酸化炭素を含むガスは、 その問題が浮上した2007年の北見市都市ガス漏れ事故の時点で16事業者が残っていたが、これを契機として、経産省日本ガス協会は、家庭用ガスの無毒化を前倒しして進めることになった。計画では2010年12月に完全転換としていたが、ほとんどが2009年まで二十2 a 1 3 a に転換され、2010年3月25日、 最後の四国ガスが 13A に全面転換し、日本国内から一酸化炭素を含む一般熱機器用ガスは根絶されている。ただし天然ガスの主成分メタンは、LP ガスの主成分であるプロパン、ブタンと比べても酸化還元作用が強く、燃焼状態でなくとも微量ずつ酸素と結合するため、大量に吸引すると酸欠となる可能性が高い。 2009年に発生した杉並工業、高校都市ガス漏れ事故では、13A 転換済みであったにもかかわらず、20人が中毒症状を訴え搬送されている。なお、これら一酸化炭素を含む都市ガスの原料として、一部に石油ガスがあったことから、プロパンガスには、今でも一酸化炭素、あるいはそれ以外の毒性物質が含まれているという誤解があるが、 一般熱機器用及び自動車用のプロパンガスは、もともと無毒性である。秋田市では、かつて、同一市内で2つの規格がある状態で、旧秋田市ガス局は 5A を採用していたが、東部ガスの 4A から 13A への転換に合わせた、統一方針に合わせるためのコスト年出が、公営企業としてできなかったことから、東部ガスへの譲渡を決めた経緯がある。 譲り受けされた東部ガスによって、市内で2つのガス方式が並存し、同一市内の引っ越し等で支障が来たすような状況から改善されている。13A への転換、統一で CO を含むガスより天然ガス中心の供給への転換が実現した。ドイツのガスホルダー現代風の休憩のガスホルダー都市ガスの供給のために、 貯蔵用のタンクが設置されており、ガスタンクと呼ばれている。かつては、ほとんどが円筒形、現代では、ほとんどが球形である。タンクは、穴が開いてもガスが、大気に放出される圧力の方が強く、また燃焼に必要な酸素が、タンク内に存在しないため、着火した場合には燃え出すのみで、穴から火を吹くことはあっても直ちに爆発することはない、仕掛けになっている。 近年では、ガス事業者によってはこのタンクに絵柄などを描いているところがあり、一部には、球場のタンクの全面にわたって、スイカやサッカーボールなどの絵柄を描いているところもある。輸送用埋設ガス管は、被覆交換が使われる場合が多い。地震時でも伸びや曲げに強い鋼材が使用される。感染用埋設ガス管は、被覆交換、ステンレス管、中鉄管、 中密度ガス用ポリエチレン管等が使用される古く埋設された歴性材被覆交換や偏上黒園鋳鉄管は地震に弱く入れ替えを進めている都市ガス事業が多い最近の低圧用埋設ガス管は地震などで揺れた場合にひびや割れが生じない中密度ガス用ポリエチレン管が主流である中密度ガス用 ポリエチレン管は黄色に着色されており、見分けやすい。有着接合方法は、エレクトリックフュージョンとヒートフュージョンがあり、機械接合も可能である。大口径低圧埋設管は、球状黒塩中鉄管を使用する場合も多い、変状黒塩中鉄管に比べ耐震性、耐腐食性、耐衝撃性に優れる。しかしこれは、東京ガス使用。 大阪ガス仕様と分かれており、融通性がないため、災害時においては復旧現場にて混乱を招く一員ともなっている都市ガスメーター。デジタル表示部の右上に取り付けられているのが、検定商品家庭用及び商業用都市ガスは、日本その他先進国では、幕式外やフラム式のガスメーターを都市ガスを使用している各家庭。 各機関に取り付け料金換算のためガス使用量を測定している。家庭用ガスメーターの検定、試験は国それぞれの国家標準を伴った計量、関係法令に基づいて国家機関もしくは地方公共機関により行われる。日本の場合、主に内部に液体を張り使用する湿式ガスメーターを基準機とする検定が一般的である。 精度良いシ式ガスメーターの製造は日本を含め世界でも数社、全社を鑑識ガスメーターと呼び分類している。日本における計量法上の取り扱いは取引用の計量機であり、所有者である都市ガス事業者に同法上の検定受験義務が生じる。なお、検定は都道府県の権限に属するがメーターに修理義務が課せられるため、 実際にはメーターを新品または修理品と交換して有効期限切れメーターを製造、修理事業者へ持ち込むことにより処理される。検定期限は、歴年、年度ではなく、年月単位であり、それを超過して使用している場合は、所有者が軽量行政機関による取り締まりの対象となる。なお、検定の有効期限は10年。 または7年で使用量表示部の上部等に取り付けられる検定商品で確認できる。マイコンメーター1990年代以降、ガス漏れや地震が発生した場合には、自動的にガスを遮断するマイコン内蔵メーターが普及している。安全装置の作動に伴ってガスが止まった場合は、メーターの赤いランプが点滅する。マイコンメーターは1980年代、東京ガスが マイセーフの名で有料オプションにより導入した。しかし、その後自身で自動によりガスの流れを遮断する効果が確かめられたことから、東京ガスは方針を転換し、マイセーフを無料化し、標準メーターとすることを決め、軽量法に基づくガスメーター交換のタイミングでマイコンメーターに転換。阪神、淡路大震災発生もあり、他のガス事業者もこれに習い。 今ではほぼすべての都市ガス事業者がマイコンメーターを標準採用している。これはプロパンガス業界も同様である。マイコンメーターの種類昨今、以前より悩みの種だった住宅、建物事情によるメーター設置時の施工性を考え、いろいろな都市ガスメーターが誕生している。無線検診メーター雑居ビルなどでは室内にガスメーターがあるため、 夜間に営業する飲食店などのために無線メーターにて検診をしやすくしている。検診員が受信機を持ち歩き、信号の授受,受ができる位置から検診を行う。ガスメーターから台所等に引き込んだガス管にガスコンロ等のガス機器をつなげる口である。ホースを差し込む形やワンタッチで取り付け取り外し可能な形、ねじ込み式の形等がある。 内部は専用のグリスが塗られているため、ガス栓が固くなった時に、市販の潤滑油等を使用すると専用のグリスが溶けてしまうので、最寄りのガス事業者に連絡を入れることが望ましい。近年の家庭のキッチンには、ゴムホースの抜けや破損によるガスの流出を防ぐため、ヒューズガス栓というものが広く普及している。日本では、最大手となる、東京ガスの供給エリアは三千百。 平方キロメートル、供給個数は約1000万個、ガス道管の総延長は59,575キロメートル、大阪ガスでもそれぞれ3,220平方キロメートル、約700万個、63,95キロメートルにも及ぶ。そのため、災害が発生すると社会への影響が大きい。配管の物理的な損傷以外にも、 雨水や泥水のガス管への侵入のほか、これによるガス漏れの危険性があり、さらに送電線と異なりほとんどが地中に埋め込まれていることから地震に強い反面、被害を受けた時の復旧には時間を要する。特に阪神・淡路大震災の場合、約86万世帯への供給が停止するなど、多大な影響が及び、その教訓から、 地震時の防災システムの整備が課題とされている。2007年の新潟中越沖地震では全面復旧まで42日を要し、このため病院や福祉施設では LP ガスを都市ガスに変換する装置を設置して対応することになり、全国のガス事業者からの装置調達が急ピッチで進められた。また、新潟県 LP ガス協会では避難施設にガスボンベのほか、 炊き出し用の装置類、シャワー用のガスを無償で提供することを決定した。災害対策への取り組み効果が確かめられた1、例として2005年に起きた福岡県、西方沖地震では都市ガスによる二次災害は発生しなかった。ありがとうございます。